ったらこれ全部入れちゃう。ほら、どうですか。どうもね、サンディーです。はい、ということでですね、今回はですね、私前ですね、気候の卵サンドってのをやったんですよ。その卵サンドっていうのはよくある、ゆで卵を刻んでマヨネーズと混ぜて卵サラダを作ってサンドにすると、そういうレシピだったんですけども、関西の方だと卵サンドってだし巻き卵で作るらしいんですよ。でこの間、いやーうまいのかなと思って作ってみたらマジでうまかったんですね。はい、なので、今回は至高の卵サンド VS 究極の卵サンド、これを作っていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介します。まず食パン6枚切り2つ。サンドイッチってだいたい8枚切りを使うみたいな話もあるんですけども、だから関西だと8枚切り売ってないらしくて、なんでまあどこにでもあるような、6枚切りで今回やります。はい、で卵、僕が使ってるのはだいたい L とか M とかなんですけども、混合かな今日は、卵3つですね。本来はいないんですけども、生ハムです。生ハムとだし巻き卵の相性はめちゃめちゃいいです。そして生ハムとパンとの相性も最高なんです。なくても美味しいです。なくても美味しいんですけども、あった方がより究極の卵サンドになります。嫌いじゃない方は用意してください。なくても美味しいです。はい、あとは調味料は概要欄で。ということでですね、今回は前にやった至高の卵サンドですね、これとついになる究極の卵サンドなんです。で私、至高の卵サンドの時は、まあ全然覚えてないですけど、多分ハイボール飲んだでしょう。至高のハイボールみたいな感じでね。いつも私、飲む時に自らを至高にしていきますって言ってるんですけども、今回は自らを究極にしていく。はい、じゃあここに究極完全体になるお酒、チューハイレモンができました。いただきます。あ、究極だ。やっと料理を始めていきたいと思います。じゃあやっていきます。まずこの卵を割っていきます。卵をさ、3つ割りました。で、こいつをですね、マヨネーズね、大体ね、小さじ2杯ぐらい入れてください。マヨネーズが入るとね、味付けとともにふっくらするんですよ。これぐらいかな。で、これをよく混ぜる。はい、でね、こんな感じで。そしたらここに白だし、小さじ4杯なので大さじ1と小さじ1ですね。はい、大さじ1と、そしてお砂糖ね、2つまみ、1つまみこれぐらい。お砂糖がね、少しだけ入るとほとんどしょっぱいんですけども、コクが出ますんで、お砂糖はね、2つまみ程度なんですけども入れてください。そしてお水です。大さじ4杯なんですけども、まあ結局 60cc なので、もう 60cc 入れちゃいます。これがね、すっごいふんわりとした、だし巻きになります。よく混ぜたらもう焼いていく。卵焼き用意してください。まずね、油を引いていきます。はい、これぐらい、中火よりちょっと弱い火で温めていきます。で、温まったらこれ全部入れちゃう。はい、だし巻き卵の時は、ちょっとずつ巻いてったんですが、今回全部入れます。で、入れたらスクランブル状にするんですよ。これね、下に火が当たってるんで下の方から固まってきますんで、これをね、よく混ぜていきます。だし巻き卵の場合はね、結構ね、形きれいにいかないと、お弁当に入れるのもあれなんですけども、だし巻き卵サンドの場合はね、この食パンの大きさに合わせるっていうミッションがあるので、こういうことですね。今回はね、形、作りやすいように一気に焼いちゃいます。よくよくやるとね、こうやって固まってくるんですよ。そしたら火落としてください。ちょっと強めの弱火ぐらいにします。はい、で、こんな感じでトロ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 になってきますよね。もうこれ今スクランブルエッグじゃないですか。で、こいつを固めていくんですね。はい、これ以上かき混ぜてしまうと全部ね、スクランブルエッグになってそぼろ状になっちゃうのでね。そしたらバターかなんかね、乗せて熱をこもらせます。なければアルミホイルとかでもいいです。これで蓋してちょっとね、蒸す。で、火は弱火です。あんまり強いとね、焦げちゃうんでしたが、これで大体 1,2 分ですかね。ね、途中で開けながら、もう結構いいですね。はい、こうやってプルプルになるんですよ。プルプルになったら、こうやって食パンの形にちょっとね、整えていくんですよ。こうやって、わかります？こうやって、じゃあこれぐらいですかね。で、また蓋を閉じて火を入れていきます。こうするとね、負けなくても作れるんで、結構おすすめです、この作り方。はい、そしたら全体がこうプルプルになってるのわかりますかね。ただ、これだとね、上緩いんですよね。そういう時にどうするかっていうと、
こうやって流し入れる、はい、流し入れたらこうやってまたかぶせて、はい、でこう、はい、こんな感じでよくひっくり返せるんで、これでね、ひっくり返して裏側も温まります。で形はね、あのサンドイッチにしちゃうんで、もうぶっちゃけどうでもいいので、食パンのサイズに合う感じで焼いてください。ほらこんな感じのね、真四角みたいな感じに、そしたらねもう OK です。でこのままちょっと置いときましょう。余熱でまたあのカッチリと火通る。じゃあね、まな板に特売切りの食パンを2つ、置きます。そしたらね、タレ作っていきます。マヨネーズはね大さじ1半ぐらいで、からしはねちょっと効かせた方が美味しいです。だいたい 4-5cm ぐらい、これぐらい入れちゃっていいです。そしてこいつをパンに塗っていきます。マヨネーズをパンに塗っておくことによって、だし巻きのお出汁がパンに染みることを防ぎます。バターとか塗るって なんでっていうと、あの これでね、あの油分をね、パンにこう塗ることによってパンにね、あの余計な水分をね染みさせないっていうね、だから油膜を張るんですね。で、まあ、たっぷり塗れましたら、非常に重要な調味料です、粗挽き胡椒。こいつをねパラパラと、ここにやってますね、はい、あの胡椒あるとすごくいいです。そして生ハムでございます。あ、まあ、こんな感じですかね、はい、そしてこれが旨味の補強にもなります。最後の1枚はこうやってちぎっちゃいます。こんな感じで、そしたらここにね、ドカッと乗せます。ちょうどいいサイズでしょ、こういうこと、こういうこと、あ、こういうこと。そしてこいつをこうパタッと閉じると、はい、これです。形を整えて、はい、でここで切っていきます。 で僕の場合はまあこの真ん中で切っちゃいますね。ほらほらほら、どうですか。じゃあこちらを器に持っていきたいと思います。じゃあドカッと、じゃあこちらですね、僕の思う究極の卵さん完成でございます。ということでできましたので、いただきます。いいね、これ見てください、この厚焼き。じゃあいただきます。うまっ、やばいな、これ鹿の卵サンド超えたかもしれない。なんでこの出汁の効いたこのふわふわがこんな合うんだろう。すっごい美味しい。からし結構強めにやりましたけども、優しい味のだし巻きにすっごくピリッとしたからしが合いますんで、ブラックペッパーの香りも来てます。間に挟んだ生ハムがすごく味にアクセントを加えてくれるんですね。そしてこのプルッとしたねだし巻き、これの食感を邪魔しないんですよ。食べた時の一体感がすごい。これはうまい、これは食べてもらいたい。チャンス、いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、卵めっちゃうまいですし、周りのからしマヨめっちゃうまいですね。めっちゃ合ってるでしょ。結構からし入れたんだけど、あのツンとこないでしょ。こないです、全然こないです。こないでしょ。ピリッと感がうまい。生ハムの塩気もさ、めっちゃ合ってない。生ハム入れたことによって完全に飲める。うん、飲める、うん、あ、みんなペロリでありがとうございます。ごちそうさまでした。多分ね、めっちゃ伝わったと思う。うまい。ということで皆さん、今回の究極の卵サンドいかがでしたでしょうか。これね、ガチで自信あります。このだし巻き卵のサンドイッチを食べたことがない方ほど食べてほしい、それぐらい自信作でございます。なので皆さん、ぜひやってみてください。はい、じゃあこちらですね、僕の思う究極の、卵サンド、至高の、至高じゃねえ究極って言うてたやんけ今。はい、しまんないですね、ということでこちらで究極の卵サンド完成でございます。